Hang out with Harry! 今回もコラボ企画です。Partner in Crime スペシャルゲストはミッキーさんでーす。イェーイ、ミッキーでーす。変態評論家のミッキーさんでーす。変態評論家ってことで。面白かった。皆さんにもぜひとも見ていただきたいのが、はい、ミッキーさんが変態という言葉の歴史徹底的に掘り下げているのでね。ちょっと見てほしいです。はい。で、真面目に、もちろん変態評論家でありながら、作家さんです。はい。作家、放送作家、落語。落語もやってます。役者。役者やってます。音楽もやってる。やってます。いろんな肩書きを持ち、そして僕のあのノンストップ、そして、スピナーの UKVSUS もですね、作家さんとして入っているのがミッキーさんです。はい。まあ、そんなミッキーさんとね、はい、このイギリス英語 VS、アメリカ英語、うん、いろいろとね、前回比べてきたんですけれども、ミッキーさん、今日もやっちゃいましょうか。はい、よろしくお願いします。わ、はい、かりました。OK, here we go then! ということで今回も行きますよ。UK US あなたはどっち ？Yes, let's go for it. Come on, you ready? Oh yes. You guys ready? Yeah. Thank you. では、Wellies. Wellies. W E L L I E S. Wellies. Wow.Wellies. いや、これ本当に、本気でイギリス英語、アメリカ英語全然違いますね。そうなんですよ。Wellies. Wellies. W-E-L-L-I-E-S. ね。皆さんもしかして Well という単語を知ってるかもしれませんけれども、それ以外には、Well. The noun well, 名詞の well, もしくは普通に、He's well とかね。いろんな well の使い方あると思いますけども、じゃあ wellies は何なのか。ヒント言いますと、ある固有名詞から来てます。え？あ、あ、どうだろう。どうだろう。できました。できましたか。じゃあミッキーさん、皆さんにお見せしてください。これあれですよね。はい、アメリカで有名ないたずらの。これのことですよね。これね、これ俺学校でもやってた。やってた。やってたんだけど、やってたし、思い出した。これちょっと待って。はい。この言葉さ、はい、僕言ってみていいですか。はい。これアメリカとイギリスもしかして違うかもしれないんですけども、何重にも違うじゃないですか。はい、いくよ。I think this is a wet willy。そうですそうですこれですよね。アメリカも、wet willy。 wet willy って、はい、でそれを略して wet willy なんですよ。wet willy、でこのね、こうって舐めて、相手の耳にこう指を入れるって痛そう。ひどいゲームだろ。そうですで、ちなみにこれ大体小指がね一番いける。ああ、そうですね。そう、ちっちゃいから奥までいけんのよ、小指で。日本でこういうゲームないですか？ Wet Willy っていうゲーム。これべっちょべちょにね、それ感情的なものですよ。感情と似てますけども、ちょっとこれ濡らして、まあ、こういう情勢だからさ、絶対やっちゃいけないんだけども、そのまま全然警戒してない、同級生を後ろからこうやって、あー、Wet Willy ってなる。で、後でスースーするんですよね。そう、うわやめろやめろってね。蜜どころの騒ぎじゃない、ひどいよね。で、wet willy、略して willy かと。ああ、willy、ね、か。略して wet willy、略して willy かと思った。ああ、なるほどね。短くさせて。そうです。いや、いいところ言ってますよ。お？濡れてることに関することは、はい、間違ってない。お？そうそうそう。だけど不正解です。ああ、答え言いますね。Wellies っていうのは、ウェリングトンブーツのことです。要するに、長靴です。長靴？そう。長靴、ブランドで言うと、ハンターとか分かりやすいブランドだけども、はい、ね、あるじゃないですか。うん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 、雨が降ってる時に、ね、自分の足元を守るのが、ウェリントンブーツ、ウェリーズって言うんですよ。かわいいですね。ね、もともと確かウェリントンブーツってブランドから来てるかもしれないんだけど、それ以外に、ウェリントンっていう有名な人が作ったかもしれない、だけど基本的には、もう一つ説があるやん、デューク・オブ・ウェリントンっていうウェリントン卿が戦場で雨が降った時に履いてたから、そこからも来てる可能性ももしかしてあるかもしれない、
だけど長靴はイギリス人大体wellies しか言わないと思う、うん、アメリカでは rain boots or boots rain boots か boots って言います、ね、まあ普通だよね。そうですね、うん、まあ分かりやすいし、そう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 、うん、I need my wellies っていう。そうなんですね。皆さんくれぐれも I need my wellies ではなく I need my willies とは言わないように気をつけてください。ウィリーだから最初それかなと思って、あ、これいいのかなみたいな、なるほど、うん、そう違うんですよ。あの wet willie のことをちゃんと我々説明したんですけども、はい、ウィリーが具体的に何かっていうのは言わなかったですね。そうですね、あえて言ってないんですけども、はい、くれぐれも画像検索はしないように。そう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 、ウィリーって画像検索しちゃダメよ。くれぐれも画像検索。そう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 、特に電車の中とか絶対やっちゃいけない。いやダメ、アウト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 。そうね、あとうん、Can I borrow your willy? とかめっちゃダメよ。どういう状況？いやいや、いや違う、なんかさ、普通に長靴貸してくれないって言ってさ、はい、Can I borrow your willies? って言ってもさ、I really need to borrow, I really need to use these willies. Help me out! Give me your willy now! ダメ、アウトです、アウトです、完全に。これ、あの、我々は言わない方がいいと思います。はい、だけど、大体皆さん、何の話か分かるじゃないですか。だと思います。こういう大人の男たちがニヤ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 することなんで、そうそうそう、はい、そういうあの夜の話でございます。ね、バッチそう考えるとさ、本当ひどくない？ I really need your willy right now. あ、ダメ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 、そんな怒りながらお前のチッチも欲しいんだって。 5 minutes just give me 5 minutes and I'll be done with your willy. It's okay. God damn it. ダメダメ、これ面白かったのうちらだけだから、もう制作陣もドン引きだから今本当本当に、はい、失礼しました。気を取り直して、気を取り直して、次で次これもアウトだね、本当。ダメだ。でもこれは普通に wet willy としては皆さん知ってほしい、こんなゲームが海外であるんだよねっていう。うん、そうだね。そう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 。続いてまいりましょうか。はい、okay、let's go for Guna。Guna。What's a Guna？ Guna。まあ、僕のチャンネルを見てる人はね、まあ、大体あのグーナーって言うと何だか分かると思いますけども。あ、そうなんですね。グーナー、はい、ディレクターのミスター Y も、はい、今うなずいてます。なぜなら死ぬほどあのグーナーを編集してるから。そうなんですね、うん、グーナー何でしょうかね、グーナー、うん、Let's have a guess。 グーナーのみんな、どんな顔だったっけ。どんな顔、グーナーの、あるグーナーの顔を考えてるんですかね。今年はね、グーナーのみんなね。あ、ダメだこれ。いやいや、何？どうした？それは何の形かしら。いやいや、違うんです。大丈夫？違うんです。放送できるやつですか？できます。こういうのが、あ、よかったよかった。大丈夫です。大丈夫大丈夫。ちょっと違うものに見えてきたんで、ね。はい。あ、おー、なるほど。あ、あー、なるほどね。こんな感じなんですよ。私のイメージはグーナーといえばねっていう。はい、できました。へー、お見せください。はい、ミッキーが思うグーナーはこれです。グーナー世代っていうのがいるんでしょう。グーナー世代、はい、お、要は、うん、アメリカ英語なんですかね、ブーマー、はあ、段階の世代、日本で言う。はい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 。ああ、なるほどね。ゆとり世代みたいな。みたいな。なるほど。で、うん、G、だから多分イギリスではその G 世代っていうのがいて、へー、これはちなみにポパイに出てくるグーン、あのポパイがお父さんを見つけるんですよ。軍島かなんかに行って、なんか絶対書いてんだなって分かったけど、はい、分かんなかった、グーナ、グーンのことを。じゃない。で、これは、アメリカでミームになった、うん、OK! Boomer! っていう、TikTok で有名になった女の子いるんですけど、その子の、OK! Boomer! レベルが高すぎる。っていうのを、はい、コラボした感じですね。なるほどね。ごめんなさい。答え出しますね、じゃあ僕。はい、すいません。違うんだ。力作、うん。すごい力作。あんまね、拾うことができなくて、ごめん。二つとも分かんなかったから。ごめん。答えはですね、お、なんすか、ここに隠されてる。
何ですかこれ。グーナーです。え、グーナーっていうのは、はい、僕が心の底から愛するアーセナルのサポーターたち。サポーターのことグーナーって言うんですか。そう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 。グーナー、うん、I'm a gooner. A lot of people watching right now, they're probably gooners too. そう。で、日本でも浸透してるんですよ。だからサッカーファンの中でも、はい、あいつグーナーだよねっていう。うんうんうん、うん。だから、トッテナムホットスパーファンからすると、やっべ、グーナーがチャットに入ってきたよみたいな。ああ。バチバチライバル関係なんで。グーナー enters the chat。そう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 。いや、グーナー enters the chat。あとはなんか、ツイッターとかでも、自分の名前とかさ、グーナーとか入れたりとか。そうなんですか。そうそうそう。だから、私は、もう、生粋のグーナーであります。で、なぜグーナーかというと、もともとアーセナルっていう、まあ、サッカーチーム、サッカークラブっていうのが、はい、19世紀、はい、後半にですね、はい、まあ、陸軍の、どちらかというと、銃を扱う、大砲を扱う、そういうインフェンジー、そういう、まあ、隊、はい、そういう隊、グーナー隊みたいな。へぇー。で、そういう人たちがお金も、ポケットから出して集めて作ったクラブだから、はい、あ、そう、エンブレムも、これね、よく見るとね、ちょっと待ってね。でてか、めっちゃいいですね、かっこいい、持ってるんですね。そう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 、ほら見て。ああ、そう。ああ、ほんとだ。で、大砲の形してるじゃないですか、はい、エンブレムが。これはまあ、やっぱ、まあ、グーナーの、これ、ガン。ガナー、グーナー、グーナー。そう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 。ガナーって意味んですけど、グーナーの方がなんか浸透してる。なんかスラング的な。そうですね。そう。単純にアーセナルアピールをしたかっただけなんだけどね。すみません。いやいや、そう、いや、ちなみにジェネレーション Z、今の若い子たち、ズーマーって言うんですよ。ズーマー、そうなんです。ズーマー、ブーマー、やっぱグーナー。まあまあまあ近いけど遠いよね。だいぶ遠かったですし、だいぶ遠かったですね。あとこれで皆さん、僕がサッカー興味ないのがバレるし、興味ないのがバレたね、うん、ハリーさんのサッカーの部分だけ見てないっていうのがバレるって、うん、大丈夫、今の噛み合わなかったね、両方ね。俺も全然さなんだっけ、グーンとさ、あのブーマーを全然拾うことできなかったし。ごめんなさいね、本当ね。悲しい。悲しい。白黒の時代のポパイン出てくるやつ、ね。ああ、なおさら分かんないよ。だいぶ知ってる人少ないかもしれない。そうです、そうです。Right! Next one then. Yes, let's go! Okay. This should be easy. Okay. そんなに難しくないはずです。かかってきてください。Okay. Waistcoat. Waistcoat.Waistcoat? Isn't that redundant? なんか意味、え？ Waistcoat. Okay. Yeah, waistcoat. Yeah. Lovely. That's an English term. Lovely. あ、そうですね。ね、イギリス人結構使う言葉ですね。Lovely. だんだん僕染まってきてるってことですか？本当ですね。こっちの世界にようこそようこそ。おいでおいで。Waistcoat.まあ日本語で言うといろんな言葉があるんですよ、これは。Waistcoat。え？そうなんですか？いや、ほんとほんと。でもアメリカでなんて言うのかね。あ、分かったと思う。これじゃないのかな。うん。ああ。OK です。OK。いきます。Lovely jubbly。ベストのことじゃないかな。大正解です。おお、well done, well done。よくわかったね。だってさ、はい、アメリカ英語では vest。vest。vest。yes。これ、要するに、ここは何もないよね。これ腕毛です。必要？いや、これだからシャツって思われたら嫌かなって思って。ちょっと待って、こんな腕毛いないよ。ここならわかるけどさ、ここに腕毛こんなのいないでしょ。なんかフレディ・マーキュリー的なイメージ。あ、フレディもそこにあった？フレディ、ここはむしゃむしゃだったけどさ。うなぎでしたね。ここ、なんかでもいるよね。すいません。特に赤毛の人でなんかたまになんかそういうイメージ。ああ、もう、確かに確かに。ね、この辺りがもちゃもちゃしてさ、そう。バイキングの人とかさ。ね、そう、バイキング系は多いですね。Yes, indeed. Waistcoat は、皆さんが思う、まあ、日本語でもウェイストコートでも言いますし、もっと言ってジレとか。あ、言うんですね。ジレとか、うん、あとベストとか、あと昔僕矢沢永吉さんのインタビューさせていただいた時には、うん、いいチョッキしてんねって、チョッキって言われました。チョッキ、うん、言いますね。そう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 。あ、
え、なんでウエイストなんですかね。 No, I have no idea. ね、ウエイストまで来るコートだからなんじゃない。あ、いや、うん、最初はよく90年代とかよく上着をここにこう結んでたじゃないですか。あれかと、いやでもそれはさすがにちょっとボケになっちゃうかなって思って、ベストにしたら正解だった。いやいや、よかった、よかった。やりました。Good stuff, good stuff. Thank you. Here we go then. Yes, let's do this. 皆さんはすでに知ってるけど、ミッキーに当ててみたいです。怖いな。Rubber. Rubber. Rubber. Are you sure?Yes, I'm very sure. みんなね、わかりますよね。それですよ、それ。Okay. I mean... 前もやったんですよ、これ。うん、やったんですけど、改めて。やったんですか？僕のチャンネルで。え？そう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 。なんか、すごいっすね。うん。なりましたね。うん。だからやっぱ違いがあるからさ。違い？イギリスのラバーだけど、アメリカで言うと、じゃあどんな言葉になるのかっていう話ですよね。はい。Yes, I know you guys understand. じゃあできました。いや、いいんですよね。Okay, good, good for it. Here we go. ミッキーさんが思うラバー。大至急モザイク入れてください。いや、これしかない。本気でこれしかないんです。これすごいポップに書きましたね。なんかありますよね、原宿のあたりに。そうですね、昔ありましたね。原宿 の交差点にね、いましたよ ね、なんとかマニアっていうところ、ね、そう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 、ありましたけどね。あ、やっぱりそうなっちゃうんだ。ええ、アメリカはもうか、だから日本語と一緒です。え、じゃあ普通に、ああそういうことね、そういうことね。はい。Can you pass me the rubber? って言ったらどうなります？いやいやいや、おかしいおかしい、やめて。お願いだからやめて、それは。どういう状況？違うんですよ。Rubber っていうのはないかな、俺んちの中でも。ちょっと、え、探したら出てくるような気がする。探さないといけないですか、逆に。いやいや、出てくる、出てくる。出てくるはずなんだけども。どこかなぁ。あれ？ちょっと結構皆さんが動いていただいて。一緒に探してみんなで、あ、ありなんてなんてある、ありました、ハリーさん、ありました。ダメですよ、こっから。なんであるの、ミカリフ。これは反省しなさい、あなたも反省しなさい。僕ディレクターも何やってんの、これはもう、これもモザイク入れてくださいよ、これ。いや、いいんですよ、これに関しては。はい、あ、答えが出てきました。答え出てきました。答えこれです。そっち、答えこれです。消しゴム。あ、そうなの、ね、この消しゴム、切ったな。切ったな、この消しゴム。すごい。あ、そっち、消しゴムの方なんですね。結構使いましたね。そう、消しゴムなんですよ。だから、こっちの方は、僕がシェリーさんのね、はい、YouTube お邪魔させていただいて、徹底的に話した、いわゆる、コンドームのことなんですよ。話したんですね。はい、話しました。これね、でもマジで皆さん知ってほしいのが、はい、イギリスでラバーのことは消しゴムですよ。ちょっとそれは、うん、アメリカでじゃあラバーはこういうことにこれですですよね。じゃあ逆になんて言うんですか、消しゴムのことは。イレーサー、イレーサー、イレーサー、消すもの、イレーズ、消すっていう、yes. そうです。なるほどね、わかりました。そうなんですよ、うん、だからでも逆にアメリカでラバー、 Can you pass me the rubber? ってどうぞみたいな。喜んで、どうぞどうぞ。誰もやんないでしょ、そんなこと。いや、あんま喜びはしないですよね。うん、そうですね。まあでも本当にね、皆さんのちょっとした大混乱につながっちゃうかもしれないんで、はい、これは、あえて私がセレクトさせていただきました。そうだった。いや、でもこれは確かにめっちゃ勉強になりました。うん、あと、ごめんなさい。もうあげなくていい。もう置いといて。置いといて、置いといて。もうディレクターさんに返しましょう。返しましょう。あ、返す。返し、返しましょう。返しましょう。なんで持ってんの。なんで持ってんだよ、本当、いきなり。そんなパッと出てきます。投げてきました。おかしい話でしょ。びっくりしました。もうということで、ミッキーさん、はい、Thank you so much. Oh my goodness, thank you. Thank you, thank all of you. Yes. For joining us. 楽しかったですね。めっちゃ楽しかった、ありがとうございます。で、これと全く同じことをミッキーさんのなんていうチャンネルでしたっけ、フォーングルック、ミキハル、ミキハル、ミキヒロなんです。ミキヒロ、フォーンクルック、ミキヒロズ、語学塾、違う、語学塾、語学塾。ちょっと
言った方がいいと思う。そうですね。こう書いてください。書いてください。あ、本当、いいかです。そうそう。漢字書けるかなっていう。ということで、皆さん、こちらですね。ミッキーの YouTube ぜひとも見ていただきたいです。そっちの方ですね。ミッキーからいろいろとアメリカ英語を学んでおります。ということで、ミッキーさん、thank you so much. Thank you. All of you, thank you so much. 楽しかった、面白かったと思う方はですね、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方どうぞよろしく。Don't miss out on this too. Take care. See you next time around. Bye bye. ミッキーありがとう。Thank you.